バイオリニストの石橋直子です。今日はこちらおたまトーン久々にやっていきたいと思います。おたまトーンね、ほらおたまちゃん久しぶり。前回おたまトーンをアップした時はチャルダッシュを演奏したんですけれども、チャルダッシュはもうバイオリンでは何回も何回も弾いているので、今回は初見でどこまで弾けるかっていうのに挑戦してみたいと思います。私もおたまトーンすごい久々に弾くので思い出しリハを、フレットの感覚とか全然忘れてる。で、今日は何の曲をやろうかなって思ったんですけれども、千本桜、この曲私実はあんまりちゃんと聴いたことがなくてですね、これちょうど初見で弾くっていうにはいいんじゃないかなと思って、メロディーも覚えていないのでちょうど初見向きじゃないかなと思って、その千本桜にチャレンジしてみたいと思います。何曲目だろう、クロウサピーさん、あった、結構やばいこれ初見で弾けるのか。初めの音はね、こんな感じ。154だからちょっと待って、テンポ154をだいぶ早いぞ。このテンポでこれ弾けるのかな。16部出てきた。いや無理っしょ。全然違う音だ。
こんな感じかな。じゃあ次ね、ここでダルセーニョして、さっきのとこ戻るのか。でこうだ。転調した。ちょっとここのサビは決めたいから、ちょっとサビ練習するね。難しいよ。はい、最後のところ。でも初見だからね、初見。いや、これはお恥ずかしいな。ちょっともうちょっと練習してみよう。あのね、バイオリンだと威厳っていうのができて、その弦によって出る音の高さが違うから、これはいわゆる弦が1本しかない状態なわけで、全部こうやってその1本の弦だけで弾くっていう難しさがある。バイオリンだったらこうやって次の弦に、だからね、これをね、弓どこだ、これをさ、バイオリンだったらさ、ポジション移動しないでできるんだけど、オタマトーンの場合はこの1本の弦で4本の指だけで全部ポジション移動しなきゃいけない。それが難しいです、まあ、初見なんで。はい、というわけで譜読みが終わりました。で、もうちょっとだけ練習して5分ぐらいその初見の成果を発表したいと思います